演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらシチリア直送ブラッドオレンジジュースを飲みたいと思います。ブラッドオレンジなんて言い切り、確かになんか幼少期に飲んだことはあるんですけど、どんな味なんだろう。ではあれ、それじゃ早速外入れいきましょうか。ブラッドっていう割にはそんな赤っていう感じではない、ちょっと薄めのちょっとピンクがかっていますね。これこぼすと嫌なのでしっかり締めとかないといけませんよね。はい、こんな感じです。では飲んでみます。こうして飲むと吸血鬼みたいにはなりませんね。味はさっぱりしています。見た目の色は結構濃いのかなと思ったんですけど、飲んでみると案外そうでもなくて、すっきりとしたオレンジの酸味が口の中でシュワッと広がってとっても美味しかったです。シュワッとでも大切じゃないので、こんな風になったりはしませんね。本当にすっきりしていて、ちょっと朝のお昼寝なんかに良さそうですね。で、こっちにはこんな風に商品の解説も書いてあります。これはすごいですね。こんな美味しいジュースはなかなか飲めないので、こちらの点数とさせていただきます。やっぱり市販のジュースとは違いまして、あ、売ってはいるんですけどね、売っています。卒業のすっとこどっこいできるのか、すっとこどっこいを卒業するのか、それとも卒業式をすっとこどっこいを過ごすのか、前者であってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。